プラトンの問題とは、生成文法を提唱する。言語学者、ノームチョムスキーがその著書、ナレッジ・オブ・ランゲージや、ランゲージ・アンド・プログレムズ・オブ・ナレッジの中で述べた、人間は経験できることが非常に限られているのに、なぜ経験したこと以上のことを知ることができるのだろうか、との疑問を言う。人間は、生まれてから、わずかな期間で母語をほぼ完全に獲得するようになるが、その間に受ける、 環境的、言語的刺激は限られたものである。これを刺激の貧困という。この刺激の貧困という制約があるにもかかわらず、創造的で豊かな内容を持つ言語知識を獲得できるのはなぜかという問いに答えることが言語研究の最大の課題であるとされる。この考えに対して認知言語学の側からは以下のような反論がある。第一に、 養育者から得られる情報を不当に競技の言語情報に限定しすぎており、ジェスチャーや表情など具体的な場面から得られる非言語的情報は言われるほど貧困ではない。第2に、この問題は行動主義に基づく学習メカニズムを前提としており、ニューラルネットワークのモデルを持つ脳科学に基づいた学習モデルでは問題とならない。ありがとうございます。